ホームファクタとは、コンピューティングにおける主要システム部品の物理的寸法を指定したものである。特に、PC、a t 互換企業界では、ホームファクタを標準化することで、ベンダー間、世代間で部品交換可能であることを保証している。企業でのコンピューティングでは、サーバモジュールが既存のラックマウントシステムにぴったり収まることを保証するためにホームファクタがある。 フォームファクタと呼ばれる規格の中でも最も重要で古くから使われてきたものとしてマザーボードの形状規格がありケースの大きさを左右するマザーボードはより小さいフォームファクタのものが開発され実装されてきたがさらなる縮小には電源回路の技術革新が必要であるパーソナルコンピュータなどのシステム形状を指してフォームファクタと呼ぶこともある 例えば小スペースパソコンをスモールフォームファクタと呼ぶ。主なマザーボードフォームファクタの比較写真マザーボードは一般的なデスクトップパソコンやノートパソコンやサーバの主な回路基盤である。主な機能は次の通り。新世代の部品が開発されるとともにマザーボードの新規格も生まれてきた。例えば AGP の登場や PCI Express の登場である。しかし、 マザーボードの寸法やレイアウトの規格の変化はもっとゆっくりしており、それ自体の標準によって制御されている。マザーボードに搭載されるべき部品群の変化は部品自体の変化よりずっと遅い。例えば、ノースブリッジコントローラは多くの製造業者がそれぞれ独自のものを開発し、登場以来何度も変化してきたが、ノースブリッジの要求仕様は長年にわたってほとんど。 変化しなかった。ゆっくりとしたプロセスではあるが、ホームファクタは需要の変化に応じて定期的に進化してきた。最初の PC の企画は1995年に登場した業界企画 ATX に置き換えられた。ATX は21世紀に入ってからも多くの PC のマザーボードの設計や寸法に影響を与えている。ATX 規格は最近では2007年に 改定されている。チップセット業者ビアによる派生規格エピアは、より小さなフォームファクタと独自の規格に基づいている。個々のフォームファクタの違いは、意図している市場の違いによるところが大きい。大きさ、設計上の妥協点、必要な典型的機能などが関係している。近年のコンピュータの多くは要求されるものがよく、似ているため、ターゲットとするものがそのサブセットなのか。 スーパーセットなのかという点で、ホームファクターが違ってくる。例えば、デスクトップ型では柔軟性を高めるために、各種入出力端子や拡張スロットを必要とするが、マルチメディアシステム用のコンピュータでは、発熱量と大きさの最適化が重視され、拡張カードを挿入できないことが多い。マザーボードをなるべく小さくしようとする場合、CPU を特定ベンダーの特定チップに限定して、 柔軟性を犠牲にすることがある。ATX 用ケースに互換性のあるもの。ありがとうございます。